マイケル・ディーン・マイク・ウッドソンはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。インディアナ州インディアナポリス出身。アメリカ男子プロバスケットボールリーグ NBA のニューヨーク・ニックスの元ヘッドコーチ。インディアナ大学卒業後、1994年のドラフトで NBA のニューヨーク・ニックスに一巡目12位で指名されプロキャリアをスタートした。1シーズン後、 ニュージャージーネッツを経て、カンサスシティ、サクラメントキングスへ移籍し、1986までプレイし、ロサンゼルスクリーッパーズ、ヒューストンロケッツ、クリーブランドキャバリアーズでプレイの後引退した。キャリアの実績は、1981得点、1838リバウンド、1、82アシスト。1996年にミルウォーキーバックスの、 アシスタントコーチとして、コーチングのキャリアをスタートし、その後、クリーブランドキャバリアーズ、フィラデルフィアセブンティシクサーズ、デトロイトピストンズのアシスタントコーチを合計8シーズン務め、2004年よりアトランタホークスのヘッドコーチに就任した。6シーズン務め、後半3シーズンでプレーオフ進出を果たすが、ファーストラウンド突破が限界だった。 その後ニューヨークニックスのアシスタントコーチを経て、2011から2012年シーズン、途中マイクダ団等にの解任を受けて、ヘッドコーチに就任。2013から2014年シーズン終了後に、解任された。ありがとうございます。